はい、本日も森友かけ問題を扱っていこうかと思いますけども、ここにタイトルありますよね。自殺した近畿財務局職員が手記で挙げた刑事罰を受けるべき財務省職員6人の実名、佐川元理財局長を含め彼らは今ということなんですよね。これが当時の撮影した写真、2018年、本当にね、でもつい最近なんですよ。ずいぶん長い時間が経ったように感じますけども、この事件って全く動いてなくって、結局みんなですっとぼけてですね、一番責任感を感じて多くの人に申し訳ないなって気持ちを持った人がうつ病になったりね、いろんな形で追い詰められて、まあ、死を選んでしまったということです。皆さんの職場にもあると思うんですよ、こういう問題。地域にもね、本当はこういうふうにするべきなんだけども、誰かにね押し付けられて、もしくは忖度せざるを得ない状況に追い込まれて、意にそぐわないことをやってしまった。で、やってしまったのはいいんだけども、やっぱり後悔に後悔を重ねてですね、本当は自分はこれで良かったんだろうかと、本当にこれで世間様に、そして自分の身内家族にまっすぐ顔を向けられるのかなっていうふうに、正義というものに対してね、本当に真摯に向き合った方っていうのが、まあ正直者がバカを見るではないですけども、痛い目を見ちゃうっていうね。で、嘘をつき続けて多くの人をだまくらかした人が、ルパン三世じゃないですけどもね、騙した人がこういうふうにね、出世して裕福豊かな人生を送ってしまうという、要するに人の人生を盗んでしまっているとも言えるんですよ。私はそういうふうに思うんですよね。人の人生を盗むと、あなたの人生も盗まれているはずなんですよ。あなたの人生が働いても働いてもね、石川啄木じゃないですけど楽にならないってことは、誰かにあなたの人生が盗まれてるんですよ。例えば、まあ、税金一つにとっても、あなたの労働の 50% が税金によってね、むしられてるわけなんですよね。そういうのちょっと嫌ですよね、やっぱりね。やっぱり社会還元ってのも一部しないといけないと思いますけども、あまりにも社会還元が多すぎて、もう手が回んなくなってるんですよ。で、しまいにはですね、こういう今回みたいな森友かけ問題なんてのに関わっていられないぐらい忙しくって、社会の大きな正義とかね、社会基盤というよりも自分個人の暮らしの方がどう考えても優先になってしまって、人のことなんて構っていられないみたいになっちゃうんですよね。幼い頃、子供の頃はこういう風になろうと思ったわけじゃないのに、いつの間にか自分の身を守ることだけが精一杯、そして周りを見たらそんな人ばっかりなんで、あ、これでいいんだ、これでしょうがないんだ、大人になるってのはこういうことなんだなっていう風に思ってしまう、そんなね、思考回路が非常に悔しいなということなんですよ。今回ね、NHK から国民を守るとの立花隆さんというのが、これを森友かけ問題に対してものすごくね、意識を向けてらっしゃいます。そのことにこうしてですね、かなり勇気づけられて、今回ね、お亡くなりになった方の遺族の方、奥さんが勇気を出してね、今回の件を挙げて週刊文春がそれを取り上げたんですけども、すごい国民に書かれてますんで、もうこれが真実としか言いようがないと思います。証拠なんてなくてもいいぐらいこれが真実なんじゃないかなと思いますけども、残念ながら法と証拠に基づいてこの国ってのは動いてますんで、明らかなインチキであってもとぼけることが許されているっていうね、刑事訴追の可能性があるから減免を避けるなんてことをよく言われますけども、なんか話したら刑事訴追されるってことは、やっぱりね、何かしでかしたんじゃないかってことなんですよ。本当にね、後ろめたいところがないんだったら何を喋っても大丈夫なはずなんですよね。さあ、それですね、ちょっと記事の方まだ私も読んでないんですけども、見ていって怖かと思います。週刊文春に掲載されたのが、3月7日に自殺した2018年ね、近畿財務局の職員の方の遺書と手記なんですけども、これまだ私見てないんですよ。昨日ね、買いに行ったんですけども、なんか間違えて先週の分買っちゃって、どこにも載ってなくてね、本当にああしまったと思っちゃったんですけども、今日改めてちょっと買いに行こうかと思います。私が住んでるの地方なんで、もしかしたら 2,3 日発売が遅れるのかもしれないですよね。で、赤木俊夫さんという方がね、お亡くなりになってたんですよね。本当に、痛ましいことです、やっぱり皆さんもね、自分の職場に置き換えてみてください。上司から意にそぐわないことをね、組織を守るためにお客さんに嘘をつくこと、それを強要されるんですよ。特にお客さんに毎日接してらっしゃるこのね、視聴者さんの中にね、本当にそういう方もいらっしゃると思います。自分の身内とか身内のように懇意にしてくださってるお客さんに対して、組織を守るために嘘をついて損害を負わせないといけないってこと、耐えられませんよね。で、本当はね、それに耐えられていくことが、この弱いものを蝕っていくことがね、強さなんだっていうふうに割り切れればいいんですけども、とてもね、小市民ほとんどの人はできません、そういうことは。できれば正直に生きていきたいし、できれば正直に生きている人と一緒にいたいんですよね。でも、逆らえない上司、パワハラ上司がですね、もう、めちゃくちゃなことを言って、それを守らなかったら左遷するとかね、もう、職場無視とかね、そんなことをやってくるようだったら、本当に悩むと思うんですよ。特に、この官僚組織っていうのはエリートが行くところですから。本当にね、幼い頃から勉強して、そこを一途に目指していって、どんな不正にも組みせずに、入った官僚組織っていうのが不正のオンパレードになってくると、本当にノイローゼになっちゃうんじゃないかなと思いますよね。
でしかし財務局や近畿財務局の対応に不信感を抱くようになったというのが赤城さんの奥さんですよね。旦那さんが亡くなった後、本当に不誠実な対応ばかり取られて、もうやってられないってこともあったんでしょうね。でそこに相沢冬樹記者が、これはね、もともと NHK で森友問題を追及してきたんですけども、なぜかね、追及すればするほど称賛されるんではなくて、官職に回されてきて、しまいには NHK を出なくちゃいけなくなったみたいなね、形なんですよ。要するに NHK も報道機関としては、こうやったね、国会を、そして政府をですね、監視しなくちゃいけないのに、完全にもう代弁者になっちゃってるんですよ。あの、官僚の。官僚じゃないわ、官邸のね。官邸の代弁者になっちゃってるんですよ。本当にね、もう、しょうがないなと思いますよね。報道機関っていう特権を与えられているのに、第四の権力ですよ、報道ってのは。第三、もう三権分立で三つの権力がある上に、報道ってのは第四の権力、いや、最も強い権力かもしれないですよね。で、その改ざんを指示した、理財局長の佐賀氏をはじめとする、ね、財務官僚たち、徹底的に追及するあまりにも衝撃的なものだったっていうのが遺書なんですよね。遺書を見るとね、本当に涙が出てきますよ。多分多くの人が職場で同じような、理不尽と戦ってきて踏ん張ってると思うんですよ。で、このお亡くなりになったね、今回の方、ちょっとね、赤城さんって方なんですけども、赤城俊夫さんは、仕事をやり尽くしたんだけども、でもやってしまった結果、国会の答弁を見てね、インチキばっかり言ってるところに、自分がその片棒を担いだことに耐えられなかったんでしょうね。これがまともな人間の精神ですよ。ここに書いてますよね。森友問題、佐川理財局長、パワハラ官僚の強硬な国会対応がこれほど社会問題を招き、それにノーを誰も言わない、これが財務官僚王国、最後は株が尻尾を切られる、なんて世の中だ、手が震え怖い、命、大切な命、終止符、これ原文のままですよね。本当絞り込んだ心の声ですね。私も読みながらちょっと胸が詰まります。佐川氏を名指しした上で、脳を誰にも言わない、最後は株が尻尾を切られると訴えているように、赤城さんを死まで追い詰めたのは佐川氏が主導した公文書改ざんにあったことは明らかだと思います。ちょっとね、まだまだあるんですけども、もう 7,8 分になっちゃうんで、この辺で今回終わっときますけども、あとはね、 URL リンクから皆さんで読んでください。あの、私が言いたいのは、この問題ってのは今ね、日本全国にあるんじゃないかなと思ってるんですよ。この問題も無視できないんですけども、皆さんのお勤めの職場にもね、この理不尽がまかり通っているんじゃないかと思うんですよ。上司に言われたから仕方なく、自分では抵抗しているつもりなんだけども、やらざるを得ない、仕事だから仕方がないね、これ売ってこい、あれ売ってこいと、ノルマが言ってないぞって言ってもね、あの、必要ないものに必要ないものを売ることはできないですよね、皆さん営業マンだったら、ね、でもやらないといけない、自分の給料とか保身のために、組織を守るために、こんな時代だから仕方がないと、最終的に買うっていう決断をしたのはお客さんだっていうふうに自分を慰めてですね、やっていくんですよ。それに耐えられないですよ、やっぱり。何をやってるのかはっきり分かるエリートの人は特に耐えられないです。前回もね、森法務大臣がいろんなね、虚偽答弁と言われるような答弁をする中で、何ですかね、人事院の給与局長、松尾給与局長が出てきてね、証言されてました。あの、生々しいですよ。途中までは自分の官僚としてのね、職責を全うしていたんですけども、しまいにはですね、ついつい言い間違えましたとかね、あの時の時点での現在という言い方ですみたいな、どう考えても自分でもね、嘘だっていうことを言わされて、もうね、それを機会に、もう契機にですね、もう嘘をつくことが大丈夫になっちゃったんですよ。それまでは抵抗してたんでしょうね、きっとね。わかんない方すいませんけども、抵抗してたんでしょうね。官僚としての責務に、国民に真摯に答弁する姿勢を貫いていたんでしょう。でも途中からですね、何を言い含められたのか、何に脅されたのか分かりませんけども、一回嘘をつくことに加担してしまうと共謀者になりますから、もうね、嘘をつき続けるしかないんですよ。で、しまいには最終的には今回の件みたいに人が死ぬってとこまで来るんですよね。私はね、人事の松尾給与局長が自ら命を絶たないかと本気で心配してますよね。まあ、こんなね、国ですよ。まあ、もしね、皆さん、あの、疑問を感じたら何かね、声を上げていただきたいんですけども、どちらにしてもね、全部が全部絶望的な国ってわけではないですけども、確実なる腐敗の元凶が国のトップにあったってことは間違いないんじゃないかなと思います。あとは私たち国民がね、どのぐらいこれに抵抗できるかってことなんですよ。少なくとも、子供たちの時代にはなくしていきたいなと思いますよね。